シモーネ・ニグリ・リューダーは、オリエンテーリング選手であり、スイスを代表するアスリートである。世界オリエンテーリング選手権では2003年と2005年に女子4冠を達成している。シモーネは地元ヒンデルバンクの地域クラブに入ることで早くより、オリエンテーリングに親しみ、初めて大会に参加したのは10歳の時のことだった。それ以降は数々の素晴らしい成績を残している。1997年にベルギーのリンブルフで開かれたジュニア世界選手権ではクラシック種目で優勝、スイス選手権で勝つこと20回以上、フィンランド選手権では1回、スウェーデン選手権では9回勝利を収めている。またワールドカップでは7度の総合優勝。ワールドゲームズでは2度、ヨーロッパ選手権では10度の優勝を収めている。2011年までに世界選手権で獲得した金メダル枚数は累計17枚であり、ウォック2003とウォック2005では4冠を達成している。2013年9月、10月頭に地元スイスで開催されるワールドカップ最終戦をもって代表引退することを表明した。シモーネは10月5日のワールドカップ第12戦、ミドル競技で見事に優勝。それまで、ワールドカップ総合成績のトップを走っていた、トーベ・アレクサンダーソンに接近するものの、シモーネが総合優勝を果たすには、翌日10月6日に行われる、第13戦スプリント競技で優勝した上で、トーベ・アレクサンダーソンが4位以下となることが絶対、条件であった。結果はシモーネが優勝、トーベが4位となり、シモーネの2年連続9度目の総合優勝が決定。見事、優秀の美を飾ることとなった。ベルン大学卒業。専攻は、生物学。2003年に結婚し、双子を2人含む3子。ありがとうございます。